コバイタル研究所スタート。ゆうさんの琵琶湖バイタル研究所に、経営アドバイザーとして、出演させていただいてます。ピッコロボスコの大塚と申します。お願いします。お願いします。お願いします。ピッコロボスコご存知の方もいるかもしれないんですけど、イタリアンレストランで、今23年目になってます。そうですね、まあ一応経営ということですが、私は今は経営者なんですけど、5年前ぐらいに経営者になりまして、それまではもう一従業員として、現場最前線で走り回ってたっていう、そういう感じです。はい、なるほどなるほど、はい、でその今ピッコロボスコさんの方で今田さんとしてされてるということなんですけども、はい、こだわってることとかって何かあったりしますか？そうですね、はい、やっぱり、他のお店との差別化っていうのがこのところ、まあ、皆さんも考えてらっしゃると思うんですけど、でやっぱり滋賀の食材を使って、もっとこう商品開発していけたらなっていうのは思ってます。で今は一押しの近江のマルゲリータっていう商品があるんですけど、石窯焼きピザですね、はい、でこちらは竜王町の小かぶ牧場さんの手作りモッツァレラチーズで作ってまして、すごい美味しいというふうに皆さんに好評いただいてます。はい、ね、食べたい食べてみたい。はい、だからか太田さんの、はい、笑い声が好評というそっちそっちですか。はい、噂が入ってきたんですけどね。はい、そうなんですよ。はい、はい、なんかおかげさまでゆうさんにもなんかこの笑い声気に入っていただいて。はい、そうですね、はい、そこからちょっと広げられない。どうしよう。あとはもう一つだけいいですか。はい、ピッコロボスコさんの方で、はい、力を入れてることとか、まあ、これからちょっと伸ばしていきたいとか頑張っていきたいっていう部分がなんかあったら、はい、やっぱり皆さん経営って苦労されてると思うんですけど、で飲食店なんか特に今人手不足とかいう形で、人がいないところみんなで頑張ってやってらっしゃるところが多いと思うんですけど、でそんな中で、飲食って時間労働時間が長くて、まあ、きつい仕事っていうところを、まあ、いかに、効率的に仕事して、まあ、短い時間で、利益を出すかっていうところをもっと追求していって、でまあ仕事したいって思ってくれる方がどんどん来てくれるような会社にしたいなっていうのは思ってます。はい、ありがとうございます。あとバイタル、はい、バイタル何したいかですね。ああ、そうですね、やっぱり滋賀私すごい好きなんで、何か滋賀を盛り上げることに参加できたらなっていう思いで今回、出演させてもらってます。はい、なんでもっとどんどん、滋賀の良さとかを広めたりとか、はい、協力できることに何か参加していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ってことで、ゆうさんの、琵琶湖バイタル研究所皆さん見てください。